彦深夜便、こんばんは。ナビゲーターの酒井です。本日は石庭について話していきたいと思います。はい、はい、石庭というか、まあ、枯山水の庭、うんまあ、実は僕大好きで。あ、枯山水。あ、そう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 、うん、話してないから。いや、なんかあれは聞いたよ。 あのなんだっけ、東京ディズニーランドと。あ、そう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 、あれね、あれは、うん、そう、枯山水はその龍安寺ね、うんうん、そうそうそう、龍安寺と、ディズニーランドは似てるっていう話。いや、あれはね、最終的に桂離宮とディズニーランドで。あ、そうだ、そうそうそう、うん、桂離宮は、まあ、枯山水ってわけじゃないんですけど、うんうんうん、そう、加藤秀一さんっていう日本の庭っていう論文の中に3つの庭が出てくるうちの1つが龍安寺で、うん、で3つの話のうち、そうそうそう、その龍安寺に興味持って、うん、で石庭に興味持って、うん、あ、枯山水かみたいな、うん、で龍安寺が好きっていうか、どっちかというと大徳寺の大仙院の石庭っていうのが、うん、まあ最初好きになって、うんうんうん、写真集とか買っちゃって、うん、写真集買った、うんうん、でまあ京都に実際いろいろ見に行くとか、うん、いろんな石庭ね、うん、でまあ、に京都以外もよく行くんですけど、うん、そう、あのね、水を使わないで石で水を表現するっていうのが、うんうん、まあそれが好きなのかな、うん、なんだろう。で、まあ、石庭の話はまあ好きだからやってるんですけど、うん、そのあの全的なものじゃないですか、全集とすごい密接な関係があって、うん、でその全集の全といえば、まあ、お茶じゃないですか、うん、で茶の湯とか、うん、あれの分かりにくさっていうか、うん、まあ、知ってる、分かってる人にはにだけ分かるようにするっていう、うん、あのやり方が、うん、まあ、すごい好きで、うん、それは豆彦にの至るところに感じるというか、うん、まあ、井川さんなのか、まあ、それが感じるんですよね。まあ僕だよね。そう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 、うん、で一番なんかああって思うのは、うん、その茶室の、うん、なんかまあ茶室ってちょっと離れたところに大体あるじゃないですか、うん、ある、うん、でその手前とかに、うん、なんか石に紐をこう四角に縛ってるものがポンって置かれてる、うんうんうん、あれって立ち入り禁止なんですよ、うんうんうん、だからあれが置いてあると、うん、今来ないでねっていう意味なんですけど、うんうんうん、分かんないと入ってっちゃうっていうね。そう、それが分かんない、うんうん、でも立ち入り禁止ですっていうふうに現代は書いちゃう、うんうん、そうとか、うん、なんで大体観光地っていうのはもう入るなっていうのを英語で書いてるか、うん、まあなんかもう当時はなかったものを作ってこれ以上入れないようにしちゃうかしていて、うんうん、まあ、結局まあそういうものっていうのは意味をなしてない、うん、なんか飾りとして置いてあるんだけど、うん、もうそれ手前にいくらでも入れないようにしちゃってるんですけど、うんうん、本来はあれ一個でいいはず、うん、っていうのが、うん、もう分かんないっていうのが、うん、まあ、今の世の中で、うん、まあ、これ前も言ったけど、のれんとかが日常的に一番あるやつで、うん、まあ、のれんが上がってるのにかかってるってことはやってるってことね。やってるし、のれんを下げてたら営業はもう終了してる。のれんの横に営業中ってのはおかしい。そうそうそう、うん、とか、うん、のれんと営業中の札を両方使ってるお店っていうのはもう、うん、のれんが形骸化していて、うんうん、のれんっていうのはね、のれん分けっていうぐらいお店にとって重要なものだから、うん、大事な文化なのに、うん、まあ、そののれんの意味とかはもう失われて、うん、もう別にのれんなくてもいいんじゃないのって、その、うんうんうん、クローズドとか、うんうん、でね、挙句の果てには、うん、営業終了した瞬間に準備中とかさ、うん、いやいや準備中ではないだろうっていう、もはやね、うん、もうどこにも何も札の意味もないね、ないっていうね、うんうん、そういうものだなっていうのを、うんうん、まあ思いつつ、うん、そういう分かりにくい
ことを、うん、まあ我慢してやっている店の一つだなっていうふうに豆彦のことは思っていると。ああ豆彦もね、うんまあそれはこの10月からメニュー替えして、うん、ますます分かりにくく、うんうんうん、さらに分かりにくい方向に舵を、うんうんうんまあ、切ったからね、うんうんうん、まあどこまでそれをこっちも耐えられるかどうか分からないけれど、うんうん、でもね経営者だから僕も、うん、分かりやすくするっていう、まあ、昔は分かりにくかったもの、まあ、隠語もそうだよね、はい、まあ、例えば、まあ、例えばってことないけど村チョコって言ったりね、うんうんうん、お愛想って言ったりっていうようなことも、はいはいはい、やっぱりそういう隠語っていうものそのがあるじゃない。はい、だからまあその分かりにくさっていうのはその業界っていうもののなんていうのかな楽しみっていうか、まあちょっと茶室が出たからまあそれもそうだけど、やっぱり入り口を狭くしといて中は広くなっているっていうことが喜びなんだよ。今は入り口は広いけど中が狭いっていうのが今の世の中なんだよ。だからディズニーランドなんかもさ、その何実際はそのアトラクションがさ、うん、わずか1分か2分ぐらいで終わるのにさ、うん、その前ひたすら並ばされてさ、うん、なんかアトラクションのお兄さんかお姉さんだか知らないけどさ、うん、これからなんたらかんたらに皆さん向かいます元気ですかみたいなこと言ってさ、なんかその前にいくつかの注意事項がございますのでなんとかくれぐれもまずカメラはなんとかでお化けが嫌がるのでカメラはフラッシュたかないでとかさごちゃごちゃ言ってさ、うん、ほんで散々待たされた逆にさあいよいよですよなんて言うとバジャーンつって30秒か1分ぐらいで終わってさ、うん、はい次の方なんていうような形じゃない、うんその入り口は広いけど中は狭い、うん、入り口は狭いけど中は広いっていうのってまさに演出なんだよね、うんうん、そうですね。そのだから予告編の方が面白い映画って入り口は広いけど中狭いってことじゃん、うんうん、予告編つまんないのに中見たらすっげー面白かったってものすごい得した気分だよね、うんうん、だから雑誌やなんかでいい写真が載ってるなんてのは入り口が広いけどお前これだけ入り口広くしたら中相当広くなかったらお前これかえって損することだけど演出上大丈夫っていう。だから僕は映画ね作ったりもするし音楽やったりもするけど、まあ、吉野だったら1曲目にもう超泣けるバラードみたいな大丈夫それやってみたいなね。まあそうですね、うん、つまり期待値を上げる、うんうん、期待値を上げる上げて見てもらわなきゃしょうがないんだからっていう理屈で、うんうん、期待値を上げる入り口を広げて、うんうん、中に入ったらもう何にもないっていうようなことが世の中なんだよ、うんうん、今はね、うんうん、でそれはさその理屈で言えばよ、うんまあ、一人ずつから少しずつのお金を集める薄利多売的なビジネスっていうのが、まあ、21世紀、まあ、20世紀以降のビジネスのスタイルだよね。でそういう、まあ、例えば千の利休にしたって別にそんなみんなにお茶出してたわけじゃないから豊臣秀吉に出してたんだから。だから本当に秀吉に気に入られるかどうかっていうような世界で生きてるっていうのは本当にこの人分かってる人に喜んでもらえるっていうビジネススタイルと分かんないやつでもとにかく、まあ、楽しんでもらえるというより買おうという気にさせるかどうかっていうことで演出の仕方が変わっちゃったんだと思うのね。だから言ってみれば今はもう全部ハリボテパッケージビジネスなんだよ、うんうんうんまあ、それもあるし、うん、千利休と秀吉だけで言うと、うんうん、多分千利休の方が偉かったと思うんですよ。まあそうですよね。豊臣秀吉が教えてくださいっていうぐらいのことなんで、そうそう、うん、今の菅総理みたいなもんよ、うん、だからその、うん、お客さんの方分からないやつの方がダメっていうものだけど、うんうん、今は逆に、うん、お客さんが分かんないのは店が悪いみたいな話じゃない。説明不足ですみたいなことになって、ね、言われないと分からないとか、うん、どんどん説明しようとする、うんうんうん
でもね、そうやって説明すればするほどつまんなくなるっていうのは、入り口が広ければ広いほどつまんなくなるわけよ。でね、俺動物の巣って見るのが好きなわけ、うんうんうん、巣っていうのはさ、みんな入り口狭くて中広いんだよ、うんうんうん、入り口広くて中狭い巣ってなんかないんだよ、うんうんうん、そうですね、そうでしょ。つまりどんなものでも狭い入り口っていうのは外敵から守るっていう意味なんだよね、うんうんうん、だから中に入ったものはむしろ守る、うん、それがさ、何でもオープンテラスでオープンカフェだったら入っても外と地続きだから守ってもらえないわけよね、うんうん、で豆彦がやろうとしてるのは、言ってみれば入った人は守る、うん、だけど外のやつらは知らないっていう、まあ今思いついてたから適当なこと言っちゃうけど、うん、まあ、母体みたいなもんだよね、うん、巣、うん、だから中に入った人についてはむしろお金なんか、お金がなかろうが、うん、何しようがこの狭いね、うん、入り口にあなた入ったんだから、うん、だって茶室だってそうだよね、うん、一杯今から立てますけど一杯1500円ですけどいかがしますかって言って、うん、じゃあ私おかわりよもう一杯なんて言わないもんね、うん、入ったらあれただでしょ、うん、まあ、ただでしょっていう言い方もないけどまあ入り口もかがまないと入れませんね。そう、入り口もかがまなきゃ入れない。だけどそれはさ、中に入った安心感っていうものがあるんだと思うわけ、うんうんうん、でその神社とかそういうような場所って結構いっぱいある、うんうん、入り口かがまなきゃ入んないけど中に入ると結構な洞窟になってて、うんうん、そこをぐるっと回って出てくると、うん、人の一生を経験したことになるから徳を積んだことになるとかっていう、うんうん、まあ、仏教だったりね、なんかやっぱりその大徳寺の大仙院の石庭はそういう風に作ってあって、うん、ああそうなの、あの入って、うん、一周回るようになってるんですけど、うん、その人生を描いてある石庭がこう、うん、あのその本堂の周りをこの順番に見ていくと一生を表現している、うん、経験したことになる、そうそうそう、いやそうだと思う、そういう川の流れから最後大河とか海に流れ込むっていうのを演出してある石庭なんですよ。だから狭い空間から中に入って、その中に入ってからまた外に出るっていう時に何かが変わってるってことだよね、うん、だから有名な千利休の演出に茶室の、まあ、誰をもてなした時かちょっと忘れたんですけど、あの誰かをお迎えする時にずっとその林道があって、その茶室行くまで の 脇道に生えてある花を全部落としてあったんですよ。で、うん、茶室に入って一輪だけ、うん、あの茶室に入ったその床の間の花は一輪っていう、まあ、そういう演出ですね、有名なね、うんうん、そういうことですよね。いやそういうこと、うん、だから僕はよく豆彦、特に宇田川の時、宇田川は入り口狭くて中広いっていう、うんうんうん、まさに茶室みたいな作りだったでしょ、はいはいはい、まああれは不可抗力でああいうことになっちゃったんだけど、やっぱりアプローチも含めて店なんだというふうに僕思うのよ。だからよくなんていうの、ロンドンで人気のカフェがついに日本初上陸、新宿ルミネみたいなことやってんじゃない、うんうんうん、それさ絶対違うわけよね。アプローチ含めて店なんだ、そこにたどり着くまでの過程の中に人間っていうのは何かを考え、中に入ってで出て、そうするとその行きのアプローチと帰りのアプローチで同じものが違って見える、うんうんうん、だからこの前さ、まあ、全然関係ない話なんだけど、まあ、最近俺小学生預かってるからね、うん、小学生の男の子をさ車に乗っけて、うん、平和島の、うん、平和島のところまで、まあ、金魚鉢をピックアップしに行ったんだけど、うんうん、そのもう早く行かないの、早く着かないの、早く着かないのってずっと言ってるわけよ、小学4年生だから、はいはい、急いでるよ、このままじゃさちょっとこんなに遠いの、
どここれって、大田区で、大田区だったらもっと早く作ってないのなんつってんだけど、うん、帰りはさ、そこ、え、もう渋谷あ、なるほどね。でね、はいはい、行きは待ち遠しいからさ、はいはい、そのアプローチも含めてさ、もう同じ時間なのに、もうまだ着かないの、まだ着かないのね、道間違ってんじゃないのね、まだ着かないのって言ってるのがさ、はいはい、帰りはさ、え、もう着いちゃったの、うん、全然時間近道したなんて言ってるわけよ、うんうんうん、これがさ、やっぱり人間なんだよね、うんうんうん、そのあ、行きはよいよい、帰りは怖いじゃないけど、はいはい、それ逆か、行きは怖いの、帰りはよいよいか分からないけどさ同じものが違って感じるっていうところに演出の醍醐味があるんであって、はいはい、何でもかんでもオープンで、どんな人でも差別なく入れましょうっていうのはさ、まあ、グローバル企業はそういう風にした方がいいよね、うんうん、同じようなオペレーションのシステムで世界中に同じように物を売るんだから、うんうん、でさ、そういうことを売らんがために、うん、日本の教育なのか知らないけど、うん、コマーシャルなのか知らないけど、うん、みんな平等、うん、みんな公平、うん、ね、私の分はいいです、皆さんで召し上がってみたいなこと言って、うん、みんな平等平等ってやって、オープンにすることで、うん、いろんなことがね失われちゃってるってことにね鈍感すぎるよみんな、うん、だから今だってさ、そんな石庭なんか見たってえ、アトラクションはみたいなね、うん、だからそうやってさ、今はさ、何、なんとかマッピング、プロジェクションマッピングかなんかでさ、石庭の石が動くようになんかしてみたり、石が浮かんでキューンってなったらなんか星になって、パラパラっていったらまた石に戻るみたいなことしてみましたみたいな、いや、古いものと新しいものを融合してますねって言ってるアホがいるけど、アホだっつうことよ。だからそのなんていうの、アプローチするっていうことが、うんうん、まあそれは僕インターネットを含めてこの話どんどん飛躍しちゃってるけど、うんうんうん、このズーム会議で済むことになりましたとかさ、うんはいはい、オンラインでこと足りるって分かったから、うんうん、もう昔には戻らないとかって言ってるけど、うんうん、なわけねえだろって思うわけ、うんうんうん、じゃあ何ですか、ストリートビューでに世界中の小道が見られるようになったから誰も旅行しないですよねってならないでしょ、うん、ならないですね、うん、人間はさ、同じところにずっといたらそれだけで幸せだと感じにくくなるっていう脳みそなんだよね、うんうんうん、だから同じものでも違って見えるように読み替えをするっていう必要があって、うん、それが晴れとけっていうことなわけじゃない、うん、だから同じ石なんだけど違って見えるように読み替えをするっていう、うんうん、ほとんど変わってないんだけど、うん、変わってるように感じるっていうところが教養なわけじゃない、うんうんうん、深読みできる、うんうん、それがさ、なんで石なんか動いてない、いやいや、なんとかマッピングで動かしてみせましょうって言ったらその時はうおーってなるけど、次の日見たいっていう、もういい、次行くってなるじゃない、うんうん、そうじゃないんだよね、多分枯山水っていうのは、はい、そうでしょ、そうです、なんかが違ってるっていうことも無粋でさ、うんうんうん、自分が変わってますから、うん、そうですね、うん、いやそう、実際ね、まあ、僕が一番好きな枯山水の庭って、うん、京都にある円通寺っていう庭なんですけど、うんうん、まあ、そこは、まあ、確かに見るたびに、うん、まあ、違うんですよ、当然季節でも違うし、まあね、うんうんうん、まあ、それはすごい庭で、もともとその借景で比叡山を借景にしてるんですけど、うんうん、比叡山を一番綺麗に見える角度を何年も何年もかかって探して、うんうん、あ、ここから見る比叡山が一番綺麗だから、うん、ここに別荘を作ろうって言って、五水の天皇っていうのが別荘を作って、で比叡山の借景を取り入れた枯山水の庭なんですけど、だから多分その見えてる景色はその当時の、あのままなんすよ、ままなんすよ、ままで、まあだからそれで、あの写真で
うまく撮れないんですよ、その奥行きとかが。ああだからもう見に行く以外、うん、よく見えないんですよ、うん、なんか写真撮るとパッとしないし、なんなら比叡山が見えないんですよ、うんうんうん、写真の画角に収まらないわけね。画角っていうかそう、うん、あの消えちゃうんですよ、その白身で、うんうんうん、ああそうそうそう、ね、このレイヤーで行くと一番向こうだから、うんうんうん、その収まらなかったりとかするんで、うんうんうん、そうだから写真撮影は禁止してないけど、うん、どうせ撮れます、うまく撮れませんよなんて言ってるんですよ。映えませんよ。そう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 、うん、うちのメニューみたい。そう、うん、撮ってもいいけど映えませんよみたいなね。しかも、うん、冬は木が枯れたりしてて、うん、一番見えるんですよ、うん、で秋の紅葉とかに行くと、うん、その紅葉が比叡山にかかっちゃって、うんうん、むしろね、むしろ華やかすぎて、そう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 、うん、かかっちゃって見えないとかね、うんうん、だからそれってそのオンラインじゃ絶対無理じゃないですか。そうだね、オンラインの頃かね、記録も難しいっていうね、うんうんうん、静止画ですら難しい。そう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 、いやだからね、そういうことだと思うのよ、うん、ただまあその産業革命以降、うん、とにかく物が大量に瞬間的に作れるようになって、うんうん、でその作った以上は買ってもらわないとしょうがなくて、とにかく買ってほしい買ってほしいと、で買ってほしい買ってもらうためにはどうしたらいいかって言ったら飽きてもらうってことだよね、うんうんうん、今持ってるものは飽きてもらうしかない、うんうんうん、だからとにかく飽きてもらうようにどうやったらもう飽きっぽい人を作るかっていうことを、うんうん、マーケティング担当から PR 担当から教育から全部どうやって人は飽きてもらうか、もう根気なんかもう持ってもらいたくない、うんうんうん、石の庭見て何十回も見に行くなんてもう持ってのほか。ね、人生には愛著となる一冊あればいいなんてもう持ってのほか、うんうんうん、ね、ドストエフスキーなんてもう持ってのほか、うんうん、もう週刊誌、毎週毎週新しいものが出てくるっていう風にして、もう先週のことなんて覚えてもらっちゃ困る、うんうんうん、むしろ忘れてもらって、もう次から次へと物を買ってもらうためには飽きっぽい人を作るっていうことをしたんだと思うのよ、うんうんうん、まあ、したわけよね。それでこれって何回見てもいろんな風な景色がある、あなた自身が変わってるんだからっていうようなことではなくて、うんうんうん、とにかく忘れっぽくしていろんなものを次から次へと食い散らかす、食べ散らかす、うん、同じか、うん、読み散らかす、うんうん、ね、だからもう世界中の名画を、うんうん、もうがあなたのね、もうオンラインで見れます、うんうん、でもちろん読み散らかすってことでしょ。そうですね、もうひどい人だとさ、お前か、早送りしてみたりしてね、 1.25倍ね、 1.25 倍だとまあ見てもギリギリね、ギリギリセーフみたいなね。いやでもそれはそうよ、早送りした方があの同じ時間で2本見れるんだから。そうですね、うん、でもさ、それは結果的には何かを、何かというかとんでもないく大事なことを失っていて、そうですね、つまり自分自身っていうものが変わってれば、変わってないものを見たことによって自分っていうものを確かめられるっていうことなんであって、うんうんうん、その指針になってる自分が感じるっていうことが次から次へと新しいものを見てたら、うんうんうん、自分自身の変化そのものに気づかない、うんうん、そうですね、ってことじゃない。で、はたと気づいた時には自分が老けてたりして、うん、うわーなんてびっくりして慌てて整形してね、うんうん、慌てていろんなとこ引っ張ってみたりして、シワなんかなくしてみたりね、するみたいなことで、とにかく変わるっていうことに対する恐怖、うんうん、どっちの恐怖、誰の恐怖、そのまあ消費者よ、ああ消費者、うん、消費者がとにかく次から次へといろんなものを手に入れるっていうことで何かを満たす、まあ、満たすっていうのはだから不安を煽るのもそうだよね、今のままでいいんですかと、うん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 、そこで、そんなにあれなんかもそうだよね、もう石庭の話からちょっとそれちゃうけどさ、うん、洗濯機の、うん、洗うところの裏は実はカビだらけとかって余計なこと言うやつ、はいはいはい、ん、うん、あなたそのカビだらけの洗濯槽で洗ったものを着てるの、うん、ギャーなんつって、
やったやん、ね、ファブリーズとかもそうだけど、うんうん、だからその不安を煽ることで物を買わせる、うん、もう飽きさせることで物を買わせる、全ては物を売るために人間っていうのは作られていて、うんうん、あなたは消費者として生まれたんだよと、うんうんうん、で今の少子化対策もこのままじゃ物が売れないから消費者を産んでください、消費者のお母さんって言ってるわけじゃん、うんうんうん、だからその消費者っていう概念が物の道徳、うんうん、人間の生きることの根幹にある今ね、うんうん、石底なんていうのはさ、もってのほか、うんうん、ね、そうですね、うん、だから石底なんかを見ていいと思うような人がいては困るんだもん。まあ変わらないですもんね、うん、変わんないんだもん、そんなものはダメ、成長してないぐらいだね、そうという意味で言うと豆彦も同じで、うん、豆彦自身がやってることはまあ目先は目先っていうかそのやってることはずっと変わらないから、うんうんうん、でもさやっぱりもっともっとなんていうのかな、その豆彦っていう店にずっと来ることで味わえる変化みたいなものは いる人は感じるだろうね、だって石庭だって全然違うんだから表情、だけどみんなは豆彦に10回行くぐらいだったら A っていうカフェから Z っていうカフェを26カ所に回った方がいいんだ、ね、だって一生食べ尽くせないぐらいカフェもお店も一生読み切れないぐらい本も映画もあるんだもん。だから僕は映画を撮った時になんで DVD にしない、あその映画館でやらないんですかとか DVD にしないんですかとか映画館よその映画館でやらないんですかこんなにいいのにって言われた時に、うんうんうん、蔦屋の代官山でね、うん、全部のものがリストになってたわけよ、ローマの休日、ラリルレ ローだから分かんない、ロバの耳とか、うんうん、そんなのがあるじゃない、うんうん、あ俺はこんなに苦労してこの理想の中の一行を埋める役割は絶対嫌だと思ったんだね、うんうん、なるほど、だから映画館まで、映画館ってうちの店だけど、うんうん、来るで見て終わった後出るっていうとなんか今までの店が違って見えるな、あれ映画の中に自分、あれ私が食べてたものの中のやつが食べてるし私は食べてる、あれどこまでが映画だってどこまでが自分だったか分かんない、うん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 、こういう風になるようなものを作りたいと思ったからね、うんうんうん、だからまあもうあれから何年も経ってるからそろそろ配信でもしようかなと思うけどさ、うん、店があるうちにね、店があるうちにだけどねやっぱりねそうやってうちの映画なんか死ぬほど同じ人に見せてるとさ、うんうん、ああまだこの頃宇田川があったのねとか、あらこの頃はまだオーブンが下だわとか、いや今は全然配置違うとかって、ね、もうスタッフの方がさもうなんかさ、うんうんうん、なんか歴史的ななんか、まあそうですね、ね、なんかこう あんなところに物あって、あ取りにくそうとかね、うんうんうん、そういうところにさ意味合い見出しちゃってるから、だからねやっぱり人間は自分自身が凄まじく変わるわけだから、うん、そうですね、まあ、少なくとも何か一つか二つ変わらない、なんかどころに通うとかね、うんうん、変わらないものを見る、うんうん、変わらない本を読むっていうようなことは、うん、あってもいいかもしれないよね、うんうん、だから淀川長治が、うん、同じ映画を10回見るのが、うん、映画監督の近道だって、うん、もう言ってますし、うん、まあなんかあれですね、今ちょっと話聞いて思ったけど、うん、三茶店より、うん、ここの渋谷店の方が、うん、そういう意味ではちょっと茶室っぽいアプローチですよね、まあ、そうだね、うんうん、フラットは来れないし、そう見つけて入ってくるわけじゃないですか、うんうん、なんであっちはね開かれてる部分もあるじゃないですか、そうそう、ガラスで、あっちはだからもうフラット駅の近くだし、だからあっちでねラジオの公開やるって言ったって誰も来ないよ、うん、ここに来てるような人はもう茶室のメンバーだから、そうですね茶会、茶会だよね、うん、何が出てくるか分かんない、うん、ちなみに今日これね、うん、公開収録してるからさっき呼びかけてね、うん、やってる公開だからね、うんうん、来てびっくりみたいなね、うん
別な意味の後悔っていうねそうそうそうという感じでお届けしました。